はい、皆さんこんにちは。インターンジョブインジャパンのプログラムを運営している株式会社 IJ のケムと申します。はい、それではプログラムの詳細内容について詳しく説明いたします。まずインターンジョブインジャパンの特徴について説明いたします。皆さん日本にいて、素晴らしいリゾートホテルで、実習もしくは勤務するかと思いますけれども、ホテルでは日本語のビジネス日本語の使い場所、それから日本の文化マナーサービスについて実践的な体験ができる場所でございます。それから卒業生の場合は海外就職として、在学生の場合は単位認定プログラムとして参加していただきます。またインターンシップでありながらも、皆さん他のプログラムと違ってて、弊社のプログラムは有給インターンシップでございまして、労働基準法を厳守する給与制度を持っておりますので、自分の経験を積みながら給与をいただいて単位もいただける、いろんな頂点があるプログラムでございます。あと大学の学業の一環として行われるプログラムとして、単純労働ではなく接客業務で仕事をしていただきます。要するに、フロントポジションとかレストランポジションとか、あと館内売店でいつもお客さんと接するポジションで日本語を使う仕事になります。また皆さん香港からいらっしゃるお客様に対しては、日本語を香港語に訳したり通訳したりという案内もお願いできればと思います。それから弊社のプログラムには香港だけではなく韓国、中国、台湾、マカオの大学生が参加しているため、日本人はもちろん他の国々の大学生と国際交流も可能でございます。最後にインターンシップの経験を積んで、もしよろしければ日本で本格的に就職したいという方については就労ビザの発行をいたしますので、ぜひ就職のチャレンジもやっていただければと思います。で、さっき申し上げた通りにインターンシップでありながらも実践的な仕事をしていただくため、しっかりした給与制度を持っておりますが、もっと詳しくご案内いたします。まず仕事をする受け入れ先ですけれども、日本各地にある一流ホテルや観光名所で仕事をしていただきます。日本の北海道から一番南の沖縄にかけて、日本全国5カ所にかけて20カ所の一流ホテルや観光名所でインターンシップや海外就職ができます。勤務条件は1日8時間、週5日勤務で、勤務を基本として時給制でなっておりますけれども、日本は地域によってみんなそれぞれ時給が異なりますが、一番安い九州地域であっても737円以上で設定されておりまして、1ヶ月勤務しますと大体13万円から15万円ぐらいになるかと思いますが、日本に行きましたら社宅を自分で探さなければいけないんですが、弊社のプログラムは社宅を支援させていただきますので、社宅費用として大体1ヶ月5万円から6万円の程度の金額を支援されるので、給与としては
少なくとも17万円から20万円程度で給与をいただけると思います。あとホテルの業務特上上残業があったり深夜勤務があったりするとそれに該当する労働基準法に厳守する手当を別途で支払いいたします。あと福祉制度なんですけれども、さっき申し上げた通りに社宅支援があったり、あと勤務中の時間帯は食事は職員格安金額で提供したり、インターンシップ制もしっかり社会保険を加入して安全に勤めることができますし、年1回昇給があって6ヶ月以上勤務者に対しては有給休暇10日分の休みを有料で与えております。あと皆さん日本に行くために実際かかる費用は下記の通りとなっておりますけれども、実際参加する場合に時期によって航空券の費用が異なったり、あとビザの種類によってお金がかかったりかからなかったりするので、参加希望の方はその都度お問い合わせいただければ詳細に案内いたします。対象による区分なんですけれども、在学生が参加する場合と卒業生が参加する場合、2つのパターンに分けておりまして、在学生はインターンシップビザで最短2ヶ月から最長6ヶ月以上12ヶ月以内で設定することが可能でございます。それから在学生は勤務期間に対しての単位認定が必須になっておりまして、終了後帰国して卒業した後また日本に行きたいのであれば就労ビザでご対応させていただきます。あと卒業生の場合は就労ビザで参加していただいて1年前提で単位認定は関係なく、ビザ更新して継続勤務可能ですので、日本で中長期勤務希望の方は就労ビザで入ってきていただきたいと思います。で、両方ともワーキングホリデービザで参加することも可能ですので、ワーキングホリデービザの希望の方はその時に申し込みしていただければと思います。あと語学能力ですけれども、JLPT-N2 程度であれば参加できると思いますけれども、短期コース2ヶ月のコースは一番忙しい時期のインターンシップでございまして、即戦力である JLPT-N1 程度の学生を求めておりますが、他の国の学生と比べて香港の学生は英語が基本的にできたり、あと広東語、あと北京語ができますので、日本語のレベルは多少落ちても参加することができると思います。ですので JLPT-N2、N3 を持っている方も希望がありましたらぜひチャレンジしてください。2018年度進行流れですけれども、この日程を基準として各個人個人また大学の状況によって期間の調節が可能でございますので、申し込みされた時点でまた改めてご案内させていただきます。順番としては、最初は履歴書を提出していただいて、1回目の面接を経てから合格者はビザ申請の費用を導入していただいて、それから勤務先の人事部の方から最終面接をスカイプ動画インタビューで行います。で、最終面接で合格した方には受け入れ確認書を発行をさせていただいて、その後ビザ審査を経て結果が出ましたら出国準備して勤務開始という流れになります。で、詳細な内容はこの
動画で全部案内することは難しいかと思いますけれども、こっちに書いてある連絡先やメール、もしくはスカイプ、LINE、カカオ、WeChat、 また香港では最近分かりましたけど WhatsApp の ID も同じで作っておりますので、追加して質問していただければすぐ対応させていただきます。はい、以上となっておりますので、希望の方はぜひ参加していただいて、日本でいろんな経験ができると思いますので、皆さんの申し込みをお待ちしております。はい、皆さん日本で会いましょう。お疲れ様でした。